皆さん、こんばんは、えー。熟時になりましたので、採用説明会を開始いたします。えー、本日、司会を務めさせていただく、LINE 株式会社採用チームの岡田です。よろしくお願いいたします。本日の、えー、オンライン説明会ですが、えー、参加者の皆様からのご質問、えー、Zoom の Q&A で受け付けております。質問はセッションの途中など、思いついたときに投稿してください。では、最後の Q&A セッションのお時間に、えー、可能な限り回答をさせていただきます。 どしどし回答の質問の方でよろしくお願いいたします匿名を希望される方は匿名で送信にチェックしてご投稿いただくと名前が見えず投稿できるようになっておりますまた投稿された質問に投票もできますのですでに質問出ている質問で気になるものがございましたらぜひ投票もお願いいたしますでは本日のアジェンダをご紹介いたします 会自体の終了については、ごめんなさい、えっ、ー、と、えー、1から7というところで、一、えー、1つ目が会社の概要、制度、福利構成の説明を方からさせていただきます。その後、部門の方々から、2から5番までというところでご紹介させていただいて、その後、Q、Q&A。最後に気軽に話そう会というところで、z、え、ズーム、個別のリンクを送りさせていただきますので、えー、ご関心、興味がある方はぜひそちらからご参加いただければと思います。 会議自体の終了は9時頃予定しておりますが、若干前後する可能性がございますので、ご承知いただけますと幸いです。ではまず LINE の会社概要を簡単に説明させていただきます。私たち LINE グループは Closing the Distance というミッションを掲げております。世界中の人と人、人と情報、人のサービスとの距離を縮めることです。 ユーザーとユーザーそしてユーザーとユーザーが欲しい情報やサービスとの距離を縮めて心地よいものにしていくことを目指している会社ですまたビジョンの一つにライフオンラインというものを掲げていて24時間365日生活のすべてを支えるライフプラットフォームということで人々の日々の日々の生活日々の生活のあらゆる部分に関わるサービスや関わるさまざまなサービスを提供しております また我々が提供している LINE というメッセージアプリですけれども現在マンスリーアクティブユーザーが日本で 9, 約9300万人ほどおりましてその他の主要なタイ、台湾、インドネシアなどアジア各国の方々にも使っていただいております主要4か国で今合計1億7600万人のアクティブユーザーがおりますまた LINE の成長戦略についてもご紹介させていただきます 我々、メッセンジャー、LINE はメッセンジャープ,プラットフォームを軸としておりまして、さまざまなサービスを展開しておりますが、各サービスはコア事業へと戦略事業のいずれかに位置づけをしております。こちらに図に書いてあるところですけれども、さまざまな事業サービスを展開していることは弊社の強みでもございます。カテゴリーだけご紹介をさせていただくと、コミュニケーション、広告、AI、ヘルスケア、コンテンツ、フィンテック、コマース、 ローカルがございます。先ほど各サービスはコア事業と戦略事業のいずれかにと位置づけをしておりますとお伝えさせていただいてますが現在のコア事業が広告とコンテンツでございますここで得た収益を AI やコマースフィンテックといった戦略事業に投下をしてビジネスを拡大しております また、今、LINE の従業員数、従業員、人数というところですが、グローバルでは約9800万、9, 人以上、うち技術者は3600人以上となっております。LINE 株式会社で言いますと、全従業員数は3100人以上を超えております。技術職についても1000人以上を超えているという組織になっております。また、内訳についてですが、平均年齢は35、 1 9歳というところと在籍社員国籍数と言いますと34カ国というところで会社として多様性に富んだ組織というところになっております続いて制度と福利厚生についても簡単にご紹介をさせていただきますラインではラインハイブリッドワーキングスタイルというものを設定しております 記載の丸ポチ3つで書いてあるところでございますが1つ目が出社前提におかずチームごとの働き方ルールを作るという方針になっておりますそれに伴って推奨する居住範囲というのが拡大しておりますまた外部サテライトオフィスのトライアルというのも今開始している条件になっておりますで、えー、こちらでお伝えする内容としてはもう1つお伝えすると日本全国どこに住んでいても OK ですと ところとその際の交通費については上限15万円までに拡充しました。また新幹線や飛行機での通勤というのも可能になっております。また働き方についてですけれども、基本的にエンジニアは最良労働制となっていて、出勤時間も休業時間も自由なので、家庭や趣味との両立もしやすい働き方になっています。もちろんチームワークで進める業務になりますので。 チームに迷惑がかからない範囲で各々スケジューリングし、自由に働いている働いております。また、福利厚生についてですけれども、も簡単にご紹介させていただきます。1つ目が LINE Pay ベネフィットプランええ line もえ回数回線費支援各種サービス利用支援というものをえ制定しております。また、社員教育社員の教育や育成に関する制度というのも整って。おります 技術書の読み放題であったり、語学講座であったり、国内外のカンファレンス参加支援、社内公募制度といったものがございます。その他にも、福利厚生ということで、家族やパートナーを支援するものがございます。一つ目が健康診断の再検査費用補助。二つ目がベビーシッター利用支援の補助。三つ目が妊活の支援。四つ目がマッサージ師によるマッサージ。 で最後に、えー、自宅用の防災グッズ購入サポートなどがございます。こちらは、えー、続いての写真になりますけれども、えー、四ツ谷オフィスの、えー、簡単なフォトギャラリーというところでいくつか、えー、代表的な、えー、写真をお見せしたいと思います。四つ目がこちらのエントランスになります。LINE、えー、のまアイコンとなるキャラクターの、えーまあ、ぬいぐるみが各種に点在しているというところでございます。 またカフェスペースということで車内カフェや無料朝食という,ようなものも用意しております。車内カフェはリーズナブルで高品質なコーヒーであったり飲食というところを楽しむことができます。続いて保育園とマッサージルームについてです。保育園については地域の認可保育園入れなかった方を対象に車内にある事業内保育園に所に入所することが可能です。 またマッサージルームについてはオフィス内に1回500円月4回まで利用できるマッサージルームというのも完備しておりますまた会議室ミーティングルームというところですけれども高いあの高さがあって開放感があるところでございますで、まあ、ここでクリエイティビティを創出して新しいアイディアとかをこう生み出していくというところの場になっておりますで続いて業務フロア個人デスクというところになっておりますこちらは現在 そうですね。各席にモニターを完備しておりますというところと、今、えっ、ー、と昇降デスクやと、えー、も何ですかね、おカメラの椅子を使っているというところですごく業務効率の上がるような空間を創出しております。また、えー、席は自由にございますので、えっ、ー、とそこであのフリーアドレスという形で利用していただいております。 最後にフリースペースというところで最上階にあるところですが見晴らしの良い場所になっておいてここでも息抜きであったりとかそういったことはできるような場として提供しております、はい、以上でございますがご清聴いただきましてありがとうございます、はい、じゃあ続いてですけれども、えー、と最初のアジェンダであるご説明岩見さんの方からお願いしたいと思いますのでバトンタッチいたしますよろしくお願いいたします えー、改めまして、えー、IT 精神室の室長を担当しております、岩見です。よろしくお願いいたします。はい、エンタープライズ IT センター、まあ、我々の部門になるんですけれども、えー、と社内 IT を、えー、管轄している部門です。でその中であの IT 精神室、まあ、私があの室長として担当している部署なんですけれども、 えー、は、主にですね、えー、バックオフィスとか、あと、その営業部門向けの、えー、ビジネス改善、業務改善のシステムの導入とか、保守運用などを担当しております。はい。で、私、プレゼンターのイワンと申します。よろしくお願いいたします。はい。で、自己紹介なんですけれども、はい。えー、まあ、ちょっと子供と一緒にディズニーで行ってる写真なんですが、はい。あのー、良いパパアピールをこの場でちょっとさせていただいちゃってます。 はい。でですね、えっ、ー、と、経歴といたしましては、えっ、ー、と、2017年、えー、来年に入社いたしましたので、今、6年目ぐらいですかね。で、その前は、あの、ウェブサービス、まあ、ゲーム、ソーシャルゲーム会社。で、その前はですね、あの、シンガポールに、えっ、ー、と、日系のシンクタンクに、えー、まあ、あのー、駐在員ではなく、現地社員として、働いていた経歴がございます。はい。 こんな経歴で、で、趣味はあの旅行とテーマパーク巡りということでですね、ディズニーの年パスを持ってたんですけれども、まあその時の写真、息子と一緒に47回ですね、年間行ってきましたというところをこうちょっとどうやってみました。はい。でですね、えー、まあ我々、あの、エンタープライズ IT センター、社内 IT 部門のミッションっていうのは、働きやすさナンバーワンの企業を目指して、より良い環境を提供し続けるということをミッションとして掲げております。 でまあ、何を言ってるのかっていうところなんですけれども、まあ、そうですね、あのまあ、社員一人一人が事業に集中できるその業務、えーそのえー、会社としての,そのサービス競争力っていうのを創出していくうえで、まあ、あの我々われ、裏方っていうとあれなんですけれども、土台としてこうその、事業部向けに対するその、 ニーズに応えていくだけでなく、我々からその課題を見つけ出して、で、それぞれに対してその改善施策っていうのをこう提案していく、まあ、提案型っていうことを常に日頃から心がけて、それに対してこう前向きに取り組んでいくことによって、サービス競争力を内部から生んでいきましょうっていうところを、我々はその、まあ、マインドセットとしては心がけているというような状況で日々取り組んでおります。 で、えっと、我々の体制の紹介なんですけれども、まあ、エンタープライズ IT センターという社内 IT を統括する部門がありまして、で、えー、これですね、東京側と福岡側に、えー、両方にこう社内 IT 部門っていうのを構えていますと、で、えっと、左、右側ですね、向かって右側のこのラインっていうところが、あの、 東京で指して、で左側のライン、福岡側の福岡の拠点を指しているんですけれども、それぞれに似たような、えー、業務を担当する部門がそれぞれあって、で我々私が管轄している IT 推進室というのが、この真ん中にある緑色の部分ですと。 でまあ、それぞれの役割を説明するとちょっと違がか,かっちゃうので、まあ、あの我々の部門、今日はあれです、ね、この IT 精神室としての採用イベントというところもありますので、その部門がどういうことをやっているのかというのを概略レベルで紹介させていただいているんですが、えー、この IT 企画、えー、と推進1、2、3、4と全部で5チームあります。でえー、まあ企画チームというところが、えー、主にですねそのソリューションを企画したりとか、まあ、課題とかをこう 定期して掘り下げていったりとかってところで、まあ、あの具体的な施策のレベルまで落とし込むというような役割になっておりますで、その課題解決の方針に基づいて、推進1、2、3、4がそれぞれの業務領域に応じたその改善プロジェクトっていうのを推進していくというような役割分担で、今は組織として形成しているというような状況です。 で、まああの、我々がよく使っているこう業務改善系の SARS 製品の一覧みたいなところをここに示しているんですけれども、えーまあ、フロントオフィス、営業部門向けは主にセールスコース均等、でバックオフィスもあのセールスコース均等を一部使ってたりします、そとあとサービスナウですね。あとあの、ちょっと右下に高速開発って書いてあるんですけども、まあ、アウトシステムの使った、えー、システムソリューションも 結構こうバックオフビス部門に対していろいろ適用してはいたりします。で、まあ、あのデータ連携基盤としてこうデータスパイダー、えっと、画面として、なんですかね、右下部分かな。で、えー、まあ、あの別部門、別部門とか社内 IT の,の別の室で管理してるんですが、コンフルエンスとかジラっていうところをこうプロジェクトの、えー、かプロジェクトの、えー、推進のための、こう、 えー、管理ツールとして利用してたりします。はい。あと、コミュニケーション周りは LINEWORKS、Slack、Zoombox というところで、はいあのー、使活用させていただいております。はい。でですね、えっと、まあちょっとその社内 IT のどやりネタみたいなところではあるんですけれども、えっと、まあちょっとこれ、我々の IT 精神室の部門ではなく、他の アーシャナ IT 部門、IT エンタープライズ IT センターの他の室でやっているボーナスすがはですが、えー、席表をですね、今、あの、コロナ禍で、 えーまあ、フリーアドレス制になっているというところもあるので、まあ、どこに誰がいるのかとか、本当に出社しているのかみたいなところが、えーまあ、分かりづらいというところもあるので、まあ、こういう座席表で自分、ここにいるんだよみたいなことをアピールすると、えー、ああまあこの人、もう出社してここにいるんだみたいなところを把握して、ちょっと会議しませんかみたいな声を上げしたりとか、一緒にご飯食べに行きませんかみたいな感じで。はい アプローチしたりできるというところと、あと右のところは環境セン,ターでセンサーというところで、あのまあ、会議室、あまあ、今は最近は結構空いてきてはいるんですけれども、こういうコロナ禍の環境で、ただ、まあ、以前結構会議室が、えー、全然空いてなくて、会議室並みみたいな感じになっているケースもあって、もう本当に会議室予約してるだけで使ってないんじゃないのみたいなところもあったので、まあ、本当に使われているのかどうかというところを、えーまあ、あの室内の温度とか、あと、 その音量とかっていうのをモニタリングすることによって、本当に使われているのかどうか使われていないのであれば、自動的に解放するとか、そういったようなソリューションも導入してたりします。はい。でですね、えっと、IT 推進室、我々 IT 推進室のメンバー構成なんですけれども、えっと、ちょっとですね、すいません、急に話が変わっちゃうところもあるんですが、はい。あのー、年代別で言うと、まあ、 30代が中心ですと。で、40代も4分の1ぐらいいて、まあ、大体30代こう前、中盤から後半ぐらいが平均年齢ぐらいで、まあ、以前20代の方もいらっしゃったんですが、ちょっとその方も、あの、30代に差し掛かったというところで、はい、その30代の枠組みに、えー、今は、え入っておりますということで、30代と40代で構成されている組織ですと。はい。で、主な出身の、ええー、っと、分野、 ところで、まあ、SIR とあと事業会社の社内 IT 部門ですかね。で、3分の2を占めております。で、他にも Web サービスとか IT コンサル系も一部いらっしゃるという状況です。はい。で、最後にですね、われわれ推進室の募集ポジションの概要をまとめたんですけれども、まあ、テクニカルプロジェクトマネージメントというところと、あとソリューションアーキテクトというところで、まあ、両方ともあのプロジェクトをマネージメントしてほしいっていうレイヤーではあるんですけれども、 テクニカルプロジェクトマネジメントはどちらかというと、プロジェクト推進系で,で、ソリューションアーキテクニッにつきましては、もうちょっとこう上位レイヤーというか、ビジネス課題とか技術課題をえ把握して、それをえソリューションに落とし込むみたいなところっていうのをえ求めているというような状況ですで。その技術レイヤーというか、ちょっとこれ、弊社の,あのレベル基準なんですけれども、 どういったレイヤーを求めているかというところで言うと、えーまあ、その自分のに与えられた業務、担当領域だけじゃなくて、チーム全体とか部署全体を俯瞰して、えー、それらときちんとこう連携したりとか、あと、えー、指,指示しながら、えー、業務を推進できるという、えー、プロジェクトマネージメント、えー、マネージャー及びそのソリューションアーキティブというレイヤーを求めております。はい。私の冒頭説明は以上となります。 ラインのエンプロイエクスペリエンスを向上する、えー、コンポルト IT の挑戦とはっていう、はい、タイトルで、えー、お話の方をさせていただきます。はい。ジェンダーは、はい、こんな形となっております。はい、まず、えっ、ー、と、自己紹介の方をさせていただきます、えー。エンタープライズ IT センター、IT 推進室、えー、IT 企画チームの許と申します。ラインにジョインするまでは、 主に SIR 数社で業務システムの開発をしていたり、グローバルファームでアプリ担当の社内 SE などをしていました。2021年8月に LINE に入社し、IT 業務改善の企画提案や業務推進を実施しております。趣味はボディーボードや釣りで、ボディーボードは主に大磯、釣りに関しては関東近海近辺の海や湖で、 やっていることが多いです。写真はこれ、えっ、ー、と、先、先日ですね、東京湾で、えっ、ー、と、アジと石餅を釣りに行ったときの写真になっています。はい。えー、続きまして、えっ、ー、と、前のパートでお伝えした図の再掲になりますが、えっ、ー、と、エンタープライズ IT センターの組織について、えー、方に説明させていただきます。えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、前回の再掲を引き継ぎまして、 IT 企画チームの役割について説明させていただきます。IT 企画チームですが、業務課題やニーズに対しての最適なソリューションの提案や支援を行っております。具体的には、課題の明確化であるとか、情報整理のためのアクション、打ち手の検討、システム導入後の効果検証や改善検討、 全体最適に向けたシステムアーキテクトの検討などを行っております、はい。続きまして、担当している案件についてです。担当案件としては、これ、一例にはなるんですけれども、コロナの職域接種に向けた予約システムの導入であるとか、求職者とのコミュニケーションおよび法改正に伴う管理の煩雑化の課題の解決。 エンプロイエクスペリエンス向上に向けたバックオフィス業務の改善、UIUX の向上に向けたソリューションの向上などがあります。今回はその中で、本日ですね、エンプロイエクスペリエンス向上に向けたバックオフィス業務の改善について事例の紹介をさせていただきます。 えっと、エンプロエクスペリエンス向上の、はい、バックオフィス業務改善に向けた事例の紹介になります。まず、取り組みの背景からお、えー、話しいたします。この取り組みの大元は、えー、っと業務チームによる社内ガイドのウィキ、えー、我々は、えー、っと業務支援ガイドと呼んでいるのですが、このウィキの、えー、掲載している内容や各種手続きの、えー、手順を分かりやすく改善していこうという、えー、活動から始まりました。活動を続けていく中で、 雪の改善だけでは解決できない人事系の困りごとも多く発生していることが判明し、最適なソリューションの検討が必要ということになっていきました。その頃、えー、と社内ではサービスナウの ITSM の利用を拡張していました。サービスナウというのは ITL をベースに設計された企業の生産性を高めるクラウドベースの業務プラットフォームです。社内の状況としては、 すでに資産管理システムをサービスナウにリプレイス完了しておりまして、まもなくサービスデスクの機能もローンチ予定といったところでした。サービスナウについては、HR 向けの従業員体験を向上させるソリューションもあるらしい。サービスナウが HR 課題の解決にフィットするかもしれないという話が社内で上がっていました。そこで IT, IT と業務チームでタッグを組み、 ユーザーザである従業員の体験向上を目指すエンプロイエクスペリエンス向上上ププロロジェククトを立ち上げました。エンプロイエエンンイススペリエンスというのは、従業員が働くことで得られるあらゆる体験のことで、仕事の生産性や離職率、ビジネスの成功に影響すると言われています。活動方針としては、採用から退職に関する業務内容や課題を横断的に把握し、部分最適ではなく、 全体を全体最適をした業務プロセスやシステムの改善を実施,実施していくこととしました。はい。目指していることについてです。目指していることは、社内業務の従業員体験向上です。業務担当者や社内ユーザーの双方が本業に集中できる、働きやすい環境の実現を目指しています。 例えばですが、現状では、えー、全従業員が規則や作業手順、システムを正しく理解し、必要に応じて必要なシステムで業務を行う必要があります。これには非常に多くの労力が必要です。これをシステムの方から必要な人に必要なタイミングで必要な情報やプロセスを知らせて,知らせていくように改善できないかということを考えています。 この取り組みを、この取り組みを通じて、えっと、やりがいを感じつところを挙げてみました。まず一つ目、新しいことに取り組める。サービスナウの HRSD、えっと、HR サービスデリバリーは、国内で導入している企業はまだ少ないです。その製品に関われるっていうのは、貴重な経験です。二つ目、IT 化の上にさらに新しいことを。 現状でも様々な業務がシステム化されています。そこに絡めた次の一手を一緒に考えていく必要があります。三つ目、最上流からいろいろ決められる。バックオフィス機能全体を俯瞰して、課題を、全体的な課題を整理していく必要があります。全体最適のソリューションは何か、実際にサービスナの HRSD っていうキーワードがあるんですけれども、本当にそれで良いのかも含めて、 最適解を考えられるという裁量の大きさがあります。スコープの広さ、ステークホルダーの多さ。全バックオフィスや全従業員が対象となると取り組みを今行っています。バックオフィス部門を横断して業務改善ができるというのは、この取り組みの大きな醍醐味でもあります。私は昨年の8月に LINE に入社したのですがここには、ここに挙げた取り組みに関与できるのは、 入社してかかっったかなと思っていますはい、最後に、えー、と求めるスキル、人物像です。必ずしも全てが当てはまる必要はないのですが、この中のどれかに当てはまる方がフィットするかなと考えています。まず一つ目が、社内 IT の立場として、全体俯瞰して課題解決やソリューションを選定できるスキル。 二つ目が、えっと、サース製品を導入するにあたってのソリューションの選定や POC を行ってきたご経験。三つ目がシステム開発や導入における一連のプロセスのご経験。四つ目が、能動的に課題解決を推進する姿勢。五つ目が、えっと、複数のステークホルダーとの合意形成能力。最後は内出ハブにはなるんですけれども、HR や総務、購買などの バックオフィス業務、バックオフィス部門の業務知識がある方、これらの方がフィットするかなと思っています。これらに当てはまる方のご応募をお待ちしております。働きやすさナンバーワンの企業を共に作っていきましょう。以上です。ありがとうございました。はい、続きまして、私、遠藤から、えー と社員の活躍を支えるデータドリブンナイキアルテックというところでまあはいあの発表させていただければなと思います。よろしくお願いいたします。まデータドリブンということで最近昨日ですねサッカーのワールドカップ始まりましたけれどもドリブンがドリブルに見えるのは自分だけかな <laughs> とは思いますけれども今日もそうですねイングランド戦とかありますがこの時間はこの時間あの。 我々のお話を聞いていただければなと思います。はい。はい。本日の全体を流、本日というか、私のパートの全体の流れですけれども、今回そうですね、私からは IT 推進3、4チームっていうところですね。この、えー、 募集に関しての、まあ、案件の事例紹介をさせていただければなと思っておりますので、大きく2つですね。HR テックとあともう1つってところを紹介させていただければなと思っております。では次のスライドというところで。はい。ではまず簡単に自分の自己紹介をさせていただければなと思います。私、改めまして、遠藤義仲と申します。義仲って結構珍しい名前かなと思います。苗字で義仲ってありますけどね。 よくあの戦国武将で競いをしなかってあのご存知の方もいるかと思いますけれども、まあ、それでちょっと覚えてくれていただければなと思います。で私ですが、えー、っとですね、岩見から説明があった IT 推進室の中の企画チームと推進3チームのマネージャーを兼任しておりますと。で簡単に今までの経歴なんですけれども、まあ、新卒で SI に入りまして、その後、金融系の事業会社、 入って社内 IT をしてってところで、まあ、LINE でもそうですね、社内 IT やってってところで、まあ、長く社内 IT 部門のところを見てきておりますというところです。 で、趣味、あ、まあそうですね、趣味ですけど、この絵にあるように、まあアウトドアですね、雪山登ったりとか、キャンプ行ったりってところが趣味であったり、あとまあクラブで DJ 活動ってありますけれども、ちょっとはい、コロナ禍もあってっていうのもあって、最近は全然できてないので、はい、そのうち復活したいなと思っております。よろしくお願いいたします。 はいではまずですけれども、IT 推進3、4チームの業務ってところを簡単に説明させていただければなと思います。IT 推進3、4チームなんですけれども、えー、バックオフィスというところでも、主にコーポレート部門といったらいいんですかね、まあ、人事とか損とかっていうところ、業務部門に対しての業務改善であったりとか、その、えー、改善に向けたシステム開発のプロジェクトマネジメント運用ってところを行っておりますと。 えー、ここに書いてあるように、ですね、まあ、役割としてシステムの改善、要はシステムを導入することが目的というのではなくて、その業務部門と一緒に、業務その後の本質というところを見極めた上で、業務改善というところを目指すというところを目的としておりますというところですね。 でまあ、各業務領域でいろいろ施策は行っているんですけれども、今回はです、ね、その中の赤枠、はい、HR テックというところと、あとは各、えー、業務部門の領域にまたがっている形でありますけれども、従業員向けのケアサポート改善というところですね、大きく2つの説明をさせていただければなと思います。はい、次のスライドいきます。では、早速ですけれども、データドリ,ドリブルじゃないですね、ドリブンの HR テックの説明させていただきます。 はい、では、まずなぜ LINE で HR テックってところですね、まあ、背景的なところの話をさせてくださいと、まず1点目ですけれども、まあ、市場の変化や事業の成長に合わせて、組織も重要に変わっていくってありますけれども、まあ、LINE って会社もですね、LINE のローンチが2011年ですかね、震災のあとっていうのがありましたけど、その後、まあ 急速に従業員が伸びていきましたというところで、まあ、HR 部門としても現場ニーズに合わせて人事情報などを提供してきたというのがあるんですけれども、やっぱり毎月100人が入社するみたいな時期もあったりとか、従業員も3000人が超えてっていう現状もあるので、そういった個別に提供というのはやっぱり難しくなってきましたというところで、そういった人事情報的なところをまあ一律に提供できるような基盤が必要だよねというところですね。とかで1点目、記載させていただいております。 で2点目、まあ、IT 企業というところ、まあ、どこも一緒なんですけれども、まあ、工場、要は物理的なものを持っているわけではなくて、その資産というのは人ですね、まあ、エンジニアだったりデザイナーだったりというところがありますけれども、それが重要な資源ですというところで、まあ、その資源を有効活用していきましょうというところですね、そのための HR テックと。で3つ目が総掃除ていた話ですけれども、そういった人事情報という利活用というのを、まあ、あのテクノロジーを活用して、えー 有効活用していきましょうってところですね。ってところが大きな背景となりますと。では次にそれでいきます。でですね、その LINE の HR ティックで目指しているところって話になりますね。大きく3点書いてあります。まず1つ目、人事策の検証可能性を向上ってありますけれども、まあ、例えばですけれども、なんかサービスであった利益減少ってところを、まあ、例えば、えー、ボーナスで従業員に支給した方がいいのかねとか、 もしくは、福利厚生に何かを載せした方がいいのかねみたいなところの検証するために利活用する。情報のもととして活用していきたいです。というのがまず1点目と。で、2点目がマネージャーの行動支援ってありますけれども、あの現場のマネージャー、そうですね、まあ、入社者が多かったりっていう背景もあったりとか、あと、組織変更というのもよくあるんですけれども、まあ、そういったところで現場のマネージャーが各メンバーの、例えばまあ経歴、スキルとか、 あと、過去の評価っていうところをまあ一元的に確認して行動しやすいような状態を持っていきたいよねっていうところが2点目と。で、3点目がパーソナライズと HR とありますけれども、やっぱり人事施策って、一世のせいでわーっとこう、一律の施策を打つっていうところが、まあ,あ、どの会社も多いところだと思いますけれど、それはより、 例えば職種だとか、まあ、個人まで来ても難しいと思うんですけれども、そういった属性に合わせた形で、パーソナライズとして提供できるようなところを目指していきたいというところが、えー、あの目指していく姿と思っております。 はい、ここから事例ですね。実際のどんな機能があるかってところを3つほどご紹介できればと思います。まず1点目がリファラル採用ダッシュボードというところで、採用チームのためにリファラル採用の状況を可視化しておりますと、ちょっとモザイク化かちゃって何じゃこれっていう話なんですけれども、ここで見せてるものってどういったものっていうのが、例えばどの職種でどのくらいの内定率があるんですよとか、あとは内定にいただく までにリードタイムがどのの程度かかかっているのかあと、どの部分の社員が紹介が多いのかっていうのを見せるようなダッシュボードになっておりますと、実際にまあこれを作ったことによって、えーとまあ、どういった例えば高い職員の方が、職員の方,の方が内定率につながるケースが多いですよとか、いろいろデータとして見えてくる部分がありましたという部分もありますと。 まあここでまあ社内 IT 部門としてまあこういった施策を打つえで HR とタッグを組んで進めているんですけれども、まあ、実際これ採用システムと連携したりという部分もあるのでそこのブリッジだったりとか方向性みたいなところを PM としてえ旗を振っていくというところになっております。 次の事例が個人カールって言ってるマネージャー支援のところにつながるところですね。まあ、マネージャーがメンバーの怠評価などを把握するためにて、これもモザイクでごめんなさいって話ですが、下にそうですね、あの自分の実装式のメンバーの勤怠状況ですとか、評価、この評価だったりとか、あと今ちょっとここには書いてないんですけれども、まあ、研修の受講履歴だったりとかっていうところを次元的に見ることを可能にしておりますと。 でまあ、ここに必要な情報っていうのをデータプルとして取りためてるんです。そこの施策に関しては、後ほど説明させていただきますで。最後3つ目ですけれども、出社率推移というところ、これはそうですね、えー、とコロナ禍でまあリモートワークが増えましたって、ハイブリッドワーキングスタイルの説明がありましたけれども、実際にオフィスにですね、どのぐらい出社しているのかっていう状況っていうのを取り込んで可視化しておりますと。 実際のオフィスの出社率によって、福利厚生の要は社内で,す、ね、社内での福利厚生の適用範囲だったりとかっていうと、バランスのコントロールを実際しておりますと、ところが機能的な事例の3つとなりますと、はいでですね。そこから課題感的なところで言うと、まあ単純なそういったデータの集計っていうのもめちゃめちゃ大変ですよっていうところですよね。はい でまあ、実際のデータ元になっている採用,だった採用システムだったり、勤怠だったりっていうのは、機能ごとに別々のシステムを持っている状態ですっていうところ、点在してますっていうところであったりとか、あとそのシステムごとのデータの更新タイミングっていうのも、それぞれ違いますっていうところもあるので、なかなかそこのつなぎ込みだったりとか、ブラッシュアップっていうところは難しい、あの大変ですよねっていうところですね。 で3つ目で、まあ、組織も柔軟に変わっていくってありますけれども、まあ、毎月入社があったり、発令が LINE は2回、月2回あるんですけど、組織も変わっていくっていうところもあり、なかなかそこを追っていくっていうのも、まあ、要は、えーと、その時点のスナップショットだけじゃ取りきれない部分もあるので、履歴として持つ必要がありますってところですね。っていうところが、えー、課題となっております。 で次のスライドいきますけれども、でところでまあ IT 部門として、その HR テックをこう支えていくために、大きな HR データレイクという箱を作りましたというところですね。でこれが何ものかというと、左側にあるように、採用システムだったりとか、近代システムだったりとか、評価だったりとか、パルスサーベイなどっていうものを、データレイクの方に一元的に取り込んで、そのデータをまあ加工であったりした。 ものをそれぞれの機能に対して流して、で、各マネージャーであったり、人事部門の方々が参照できるような状態っていうのを作り上げております。で、その中身をもうちょっと詳しく説明しますと、まあ、書いてあるとり、そうですね、地道なデータ蓄積ってありますけれども、やっぱりそのシステムがそれぞれあるっていうところと、データ更新タイミング違うっていうところもありますので、それ以いかに シーームレスにデータを連携っていうところが大きなチャレンジする部分かなと思っております。っていうところで今このような構成で作っているんですけれども、やっぱり近怠システムとか例えばですけど API がありませんとかっていうのがあったりするんですね。まあそういった場合に RPA を用いて地道にこう取り入れたりみたいなところもやっておりますと。 ただ、そこら辺もなるべくです、ね、データ連携ではリアルタイムできるように、まあ、受け側で API を設けたりっていうところで、システム化っていうところを地道に進めているというところですね。はいはい、ざくっとした、まあ、HR テックの説明になりましたけれども、まあいいご説明させていただいた通りり、まあ、データの環境っていうのは整ってきましたという状態ですと。 ところでより人事施策ですね、先ほど最初に説明させていただいた検証可能性の話であったり、マネージャー支援、パーソナリザー HR ていうところに、えー、寄与できるように、今後も、えー、IT 推進室として、業務部門と一緒にプロジェクトを推進して、で1人でも多くのライナー活躍できるような環境を作っていくと目的としております。ということで、はい、ありがとうございます。 ライブ時間経っちゃってごめんなさいですけれども次にですね事例2個目として従業員向けケアサポート改善のと,ところを簡単に説明させていただきますと最初岩見から話ありましたけれども、えー、エンタープライズ IT センターとして働きやすさナンバーワンの基準を目指しているところですねそこに対して全従業員が掘り下げると、まあ、全従業員が気持ちよく業務に集中できる最適な 環境の提供というところを目指しておりますその中の取り組みとして、従業員のケアサポート改善というところのシステム化をしていますと。で、具体でいうと、これは全社的な問い合わせ窓口ですね、のシステム化になります。で、ここに書いてあるように、まあ、メールだったり、えー、このカウンターに友人対応ってありますけど、実際に社内にあるカウンターですね。 だったりとか、構築中であるんですけども、チャット、えー、LINE の社内で表示的に使われているチャットツールからの問い合わせみたいな、そういった問い合わせを、まあ、サービスの側で一元的に、えー、受け付けて、まあ、ナレッジの蓄積とはその応答というところをシステム化しておりますと。まあ、それを通して、まあ、従業員であったり、まあ、あとサービスの側、まあ、裏方ですね、問い合わせを受ける側の 働きやすすさっていうところをを、えー、叶えるための施策を打っておりますでもうちょっと掘り下げて実際にそうですね問い合わせをしてからの流れっていうところを簡単に説明できればと思いますけれども、まあ、左からそうですね従業員の方が PC 故障しました社員証忘れましたみたいな場合があった場合にけど説明した、まあ、これないですカウンターだったりとかスラック メール、あと最近導入してちょっと記載ないんですけれども、サービスナウのポータル画面ですねっていうところを用いて問い合わせを行うと。で、裏でオペレーターがこのサービスナウに対して回答してやり取りを従業員と行うっていう仕組みを設けました。で、これがまあサービスナウでいう ITSM のところのインシネットマネージメントという機能を使って構築しております。で、まあ、今後の展望というところで、 やっぱり受ける側もそうですし、問い合わせする側っていうところも、スピーディーに対応したいよねっていうところと、負荷を軽減したいよねっていうところもあるので、夫の自動回答ですね、取りためたナレッジっていうところを AI で解析して、夫に対応っていうところを今検討しているところですと。はい。っていうところが、重要なケアサービスの,ところの説明になりましたと、ところで、はい。 では最後にですけれども、推進産業チームの募集要行というところですね、簡単に説明させていただきます。大きくマストをとってありますけれども、マストというところですね、でここら辺のご経験あた当てはまる方にぜひ応募いただきたいなと思っております。まあ、LINE 社員として働きたい方でまあ、今日の説明会でぜひ面白そうだなと思った方がいたら、ぜひ面談からも可能ですので、ぜひ。 あと2ポチ目、3ポチ目、4ポチ目、システム開発に関するところですけれども、システム開発と2プロジェクトのマネジメント経験、それに付随したようなところで、まあ、開発に関する基礎知識とか、運用に関する基礎知識というところですね、というところを必須とさせてください。あと、推進産業に限ってとっていうところもありますけれども、何かしらのまあそういったコーポレート部門、個、ま、室、あ、系の業務知識というところですね。っていうの ある方を広く募集しておりますで、あと、モントってところですけれども、実際にそれを、えー、叶えるためのソリューションの知識だったりっていうところですので、まあ、あればっていうところですね。例えば、アウトシステム、ローコード開発の知識であったりとか、あとは ITSM、サービスの知識であったりとか、あとは、まあ、スクラッチ開発ですね。Java での開発だったりとか、あとは、そのアプリケーションを持っているサーバーの運用の経験であったりとか、 あとは、アイオミからもありましたけれども、組織マネジメントっていうステーヤーの方も広く募集しておりますので、ぜひご興味ある方はご応募いただければなと思います。はい。ちょっと駆け足になってしまいましたが、IT 推進3、4チームからの説明は以上とさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。そしてこの後、そうですね、サッカーのワールドカップ見る方は一緒に楽しみましょう。ありがとうございます。 遠藤さんありがとうございました。改めて岩見さん、LINE グローバル拠点の全体ガバナンス、企業ガバナンスを支える大規模システム開発ということでお話をお願いいたします。はいで、先ほどちょっとタイトル、課題の,の方から申し上げたので、改めてちょっと、はい、あのタイトルコーナーを発しております。はい、でですね、えー、っと、まあ、こういう形ですね、まあ、先ほどの説明と流れと同じような形で、えー、まあ事例紹介というところで、えー、っと、 まずシステム紹介というか、まあ、こういうシステム作ってますよということで、系統性管理システムってちょっと大々的な、なんかすごい、えー、あれですね、すごいこう、複雑なシステムっていうところを、えー、想定しがちなんですけれども、 あの、そんなことはないですってことは後で説明します。で、えっと、オペラって呼んでますと、うちでは。えー、まあ、その背景についてはちょっとこの場では端折らせていただきます。で、簡単に言うと、あの、本当にもう単純なデータベースなんですけれども、何、何を格納しているデータベースかっていうと、えー、LINE グループ全体ですね、グローバル拠点も含めた、まあ、プロダクトとプロジェクトが、えー、格納されているデータベースと、あと、さらに、それはで、誰にどれくらいの労力を割いて、 アサインされてるのみたいなところを掛け合わせて、リソースを可視化していこうっていうところの取り組みを実現しているシステムですと。はい。まあ、あの、機能としてはこういうのがありますよってことで、まあ、先ほど説明にあげた通り、プロダクト、プロジェクトの情報とか、あと、まあ、社員情報みたいなところもここで見れたりしますと、まあ、社員のスキルとかですかね。ちょっと垂れまね要素みたいなのも若干入ったりするんですけども、 で、まあ、そのプロジェクトとこう社員のスキルみたいなのを、ちょっとカオスみたいな感じになって,ってるんですけど、マッチングしたりとかして、えー、まあそういう,こう関係性のこう、えー、リレーションマップみたいなところっていうのを作ってたりとか、あとはそのコ数の、コ、えー工数っていうかリソースのあれですね、えー、分析、このプロダクトにどういう,こう属性のリソースが出当たってますみたいなところをこうポートフォリオ化するみたいなところっていうのも、えー、このオペラの一つの特徴ですと。 で、なんでこんなのを導入したのかっていうと、えー、今から、これは5年半、6年、5年半ぐらい前ですかね。あの、まあ、LINE が結構急で拡大してるっていう状況でしたと。まあ、あのサービスとしても、その、社員数としても急増してる状況で、 えー、まあ、いろいろ事業拡大をしてて、いろんなサービスを開発してるんですけれども、やっぱりリソースが足りないと。採用だけでは追いつかないと。まあ、採用自体もやっぱ人が欲しいって言ってから、実際人が入ってくるまでって、やっぱりそれなりのタイムラグもあるので、やっぱりそれだけだと足りないよねってことで、まあ、社内のリソースをうまくこう補填したいと。 で、保全しようにも、そこが可視化されてないのでできないということで、まあ、オペラのプロジェクトを補足させて、まあ、そういうのをちょっと、えー、こう、随時化していきましょう可視化していきましょうっていうのが、このオペラプロジェクトの背景となります。なので、まあ、今となっては、あれですね、もうグローバル全体で使われていると。まあ、LINE って、あのー、結構グローバルで協業するプロジェクトって多くて、えー やっぱりその同じサービス開発にだっても、いろんな国の人が関わって開発してたりするので、あのなかなかこの全体像の可視化みたいなところでそのサービスにどれ,だけど,のどれぐらいの人がどれかかってるかって可視化するので、なかなか大変なので、やっぱこういうデータベースみたいなのが一つ必要だよねということで、はいあのこれを、このサービスを開発して各、各拠点に使ってねっていう感じでアプローチしていったっていう感じの取り組みでした。はい まあ、活用事例なんですけれども、えーまあ、こういう,こうプロジェクト X っていうのが、あの、オペラを検索して出てきましたと。で、この下にいる、P、PM の方ですね、なんか新しいプロジェクトをこの人が発足させようとしてるんですけれども、まあ、あの、こういうスキル欲しいなってところを、こう、オペラで検索してみたら、あ、Java を使っているとか、えー、まあ、その Java のこうスペシャリストである X さんが、 これすいません名前がちょっとかぶっちゃいません、プロジェクト X と X ですみません <laughs> あの、はいえーだ、スペシャリストの方が参画していると。だとすると、まあ、この、えー、プロジェクトにいるエンジニアの方々、まあ、X さんを中心として、えー、参画できないか、A さんに相談してみようとか、まあ、そういう,こうプロジェクトのアサインに対して、必要な人材を検索したりとか、あとはそうですね。えー そのプロダクトに対しても、まあ、注力すべきとか、あと、まあ、あの、今、これから衰退時期に入っているとか、補守運用フェーズとか、まあ、そういったのもあると思うんですけれども、まあ、そういった注力事業に、こう、リソースがきちんと下げてないって場合は、まあ、他のプロダクト、他のサービスを担当している人たちから、こういうリソースを補填するとか、まあ、そういったところも、あの、合わせて、こう、オペラを通じて、そのアサイの調整みたいなことを実施してたりします。 で、まあ、いろんなステークホルダーが関わっているっていうところで、まあ、経営層も光、まあ、そうですね、経営企画も、まあ、経営層のこう発射渡しみたいなところなんですけども、まあ、人事、セキュリティ、財務っていう、まあ、海外放置の方々も相当で関わってますし、まあ、今となっても CI オフィスとか CT オフィスとか、そういう、こう、えー、その、なんでしょうね、ガバナンスの、えー、トップレイヤーに近い人たちも関わっているっていうところですね。はい。で、今は、まあ、オペラが抱えている課題っていうのが、 まあ、あの、先ほど申し上げたような特性のシステムなので、やっぱりユーザーがちゃんと、ええ、こう、適切にデータを登録してもらえないと、やっぱその、品質をキープできないというところで、まあ、そういったところが、ええ、なかなかこう、ちゃんと啓発とかトレーニングっていうのを実施していかないといけないですし、まあ、グローバルなんで、ちゃんとその国の,あの言語、 タイとか台湾とかは今英語で何とかあのやってはいるんですけれども、はいあのーまあ、いろんな言語で、えー、伝えないとなかなか伝わらないというところがあるので、まあ、そういったところに力を入れながら、えー、こうトレーニングをしていく必要がありますというところですね、はい。啓発活動をしていく必要があるということで、はいまあでまあ、それがちゃんと実現できないと、やっぱりそのガバナンス自体もこう崩れていくというところもあるし、まあ、先ほどのリソース調整みたいなところもうまくいかないとか。 あとは、あの、オペラのデータ、このシステムのデータですね、まあ、管理会計の人件費とか、そういった情報にも使ってたりするので、まあ、その情報も正確なものでなくなるということですと。なので、まあ、今あの、ちょうどこの、昨今、この品質向上のプロジェクトって発足して、今、あのこの下に書いてあるんですけど、CIO、CTO、オフィス、経営企画、セキュリティ部門などと協をしながら、 えー、推進してるんですけども、まあ、こういったところをこうドライブできるというところの人材が、えー、まあ、あの、社内でとして求められるというような状況です。なので、えー、この募集要項につながるんですけれども、えー、まあ、あの、必要としてる要件としては、えっ、ー、と、プロジェクト開発全体の推進、プロジェクトマネージメントの経験っていうのは、まあ、あの、こう、プロジェクトマネージャーとしてはありきたりなところではあるんですけれども、 まあ、あの全体俯瞰をして、ちゃんと課題を見極めて率先して、こうまあ、課題関係者を巻き込んで、えー、プロジェクト成功まで導けるという方ですね。なので、あの自動的にというよりは、能動的に自分からこう課題を掘り下げて推進できるという方というところと、あとはあのいろんな、えー、多様な関係者が、ステークホルダーとコミュニケーションを取るので、まあ、そういったところの議論とかをファシリテーシして合意形成していただける方というところと、 まあ、あの、それと付随してるんですが、大規模プロジェクトのど上流工程に関わってきた方ですと。でまあ、歓迎要件というか、まあ、先ほどにちょっと近しいところがあるんですけども、IT コンサルタントの経験とか、あと管理会計、オペラ絡んでるので、その知識とか、あと経営層へのプレゼンとかの経験がある方。あとですね、まあ、グローバルなシステムではあるので、まあ、英語とか韓国語とか、えー、グローバルなコミュニケーション何かしらできればいいかなっていうところですかね。で、あとは、まあ、あの、協力会社、 他のプロジェクトもこれ一緒なんですけど、業界者の方々との、えー、協業もありますので、まあそういった方々と、えー、協業した業務経験を持たれている方、ところが、えー、まああるとのろですね。まあ人物像としてはですね、まあこれはもう気概というか、まあ,あの人、人とのこう計画的な問題なのかもしれないですけども、あの、現状のルールにとらわれずにあるべき方法を自らこう定義して推進する、まあ気概を持っている方と言ったらいいんですかね。 はい。まあ、先ほどのちょっと要件と被るんですけども、あの、役員人のテイクホルダーだと思うので、あんまりそういうところで、こう、あのー、ちょっとひるまないで、こう、えー、自分なりにその、自分をアピールできるという方、アピールしたいという方ですね。そういった方が合ってるのかなと思います。はい。あとは経営視点でプロジェクトに関わりたい方ということで、まあ、先ほどの申し上げた通り、経営企画の方とも、密に共有するので、まあ、そういった、こう、ハイレイヤーな業務に。 変わっていく気持ちが強い方というところも良、えー、いかなと思っています。で、まあ、あの、いろんな国の方々ともコミュニケーションを取るので、でまあ、そういった方とかも積極的にコミュニケーションを取っていくとか、まあ、あの、異文化交流とかが好きな方とか、まあ、そういったのが合ってる方が合ってるのかなと思います。はい。影足になりましたが、えーえー、この、えー、オペラですかね、の説明については以上となります。はい。 ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。では、えっ、ー、とこここれをもちまして一旦、えー、発表といったところは以上となります。えー、皆様ご清聴ありがとうございました。えー、ここからは Q&A セッションというところに移らさせていただきます。えー、事前に頂い,いている質問とあの既に頂い,いている質問がありますので、そちらにお答えさせていただくという形で、えー、と進みたいと思います、えー。皆様からのご質問はどしどし。 応募しておりますので、引き続き Q&A に投稿いただけると幸いです。では、えっ、ー、と、今日の登壇者の皆さん、あの、カメラオンにしていただきたいと思いますので、まずはお願いします。ちょっと Q&A は僕の方で巻き取らせていただくので、つたないファシリーになると思うんですけど、温かく見守ってください。はい。じゃまず一つ目、あの、本日いただいた質問になりますけれども、 リファラルダッシュボードや個人カルテはアウトシステムズでの開発でしょうかというところですが、こちらは遠藤さんにご回答いただく方がよろしいですかね。あ、はい、回答させていただきます。 えっとそうですねあの、回答としては、えーっと、アウトシステムズはちょっと用いてないですねというのが回答になります。でまあ、アウトシステムズ導入したのが2019年以降ってところもあるので、当時、まああの、ロコード開発の,ところの選択肢がなかったっていうのが大きな背景ではありますっていうところと、あとは、まあ、そうですね、アウトシステムズのやっぱ作る上でのうまみを使えるところに適応していきたいなっていう、まあ、ちょっと。 口頭で説明するの難しいところがあるんですけれども、アウトシステムでやっぱりエクセル管理業務をまあウェブ化してというところをシンプルにこう作っていくというところが一番強みなのかなと思っていて、HRTEC でいうとやっぱりデータ連携というところが、えー、よく発生するというところがあるので、そこに関しては、あまりアウトシステムズのうまみは出ないのかなというところもありますと、とはいえ、まあ、画面開発というところでいうと、スピーディーに。 かつ、あと、アジャイル開発みたいなところに向いているところはあるので、まあ、今後、リファクタリングとか、そういう検討があれば、アウトシステムで作り替えるっていうところは、検討してもいいのかなとは思っております。で、回答は大丈夫そうですかね。はい。ありがとうございます。では、えっと、今、当日でというところは、えー、ない。一旦 いただいているものでカバーできていたので、事前にいただいている質問についても、あのぜひお答えいただきたいなと思っております。一つ目の質問として、えー、ですけれども、えー、LINE は、えー、グローバル企業、えー、グローバルな企業展開をしている認識です。言語や文化などを考慮した社内のコーポレート IT 領域の拡大、運用など、どのような課題があり、どのように取り組んでいるかというところを聞きたいですというご質問いただいておりますが、こちらは、 大きなお話なので岩見さんどうですかはい回答させていただきますあのご質問ありがとうございますすごいいい質問だと私ははい思いますはいあのおっしゃる通りですねあの言語とか文化の課題ってあるんですけれどもあのコミュニケーションですねまぁ、あ、言語の問題というところで言いますとまぁ、あ、弊社のグローバル 人材を採用、まあ、あの一部してるってところもあるんですが、あの、まあ、その弊社社内にですね、そのグローバルコミュニケーション、グローバルコミュニケーションをご支援いただくあの通訳の方とか、翻訳していただく方とかもいらっしゃるので、まあ、その方にちょっとサポートしていただきながら、あのコミュニケーションの橋渡しをしていただいたりっていうこともしていただいております。ただ、一方でですね、それで、まあ、十分、その、関係性を作れるかっていうと、 まあそうではないくて、やっぱりあのグローバル法人との,その関係性構築っていうのは、まあやっぱり密なコミュニケーションとか、そのお互いのこう、えー、利害関係のこう認識合わせとか、あとその課題解決に向けたこう、まあ、ヒアリングとかアプローチみたいなところっていうのは実施する人が まああるのかなと思ってまして、まあそれが今できてなくて、えー、どちらかというと、こう、日本国内向けがやっぱり皆さん、この関係性としては近しいので、そっちのソリューション選定に陥りがちで、あまりこう、グローバルスタンダードとか、そういったところっていうところにまだ視野を向けられてないっていうのは、実際今のところの課題ではございますというところですね。なので、もうちょっとこう、そこの組織体制とかっていうところみたいなのを、 えちゃんと構築して、やっぱりそのグローバルの課題とか、あのスタンダード化みたいなところに向けたアプローチっていうのも、今後はちょっ是正、えー、していくというところを目標としておいて、まあ、あの組織体制とかも見直しをかけているという段階です。はい、回答になっておりますでしょうかね。ありがとうございます そうですねもし何かあのこちらについて追加で質問されたい方とかはどしどし Q&A に入れていただけると幸いです。また次事前、事前質問でいただいている内容でございますがおそらくこれは説明の、えー、っと資料でお話しいただいているところになるので重複してたら補足でいただきたいと思うんですけれども、えー、とデータドリブン HR テックの具体的な取り組みとチャレンジしていることはということでもし資料にないこととかであれば教えていただきたいです。 はい、ありがとうございますそうですね、あの、先ほど説明した中の、まあ、あの、大きく3点あったと思うんですけど、取り組みですね、ってところは、まあ、人事施策の検証可能性向上ですとか、マネージャーの行動支援だったり、パーソナライズド HR っていうところ、を説明させていただきましたけれども、まあ、例えば、パーソナライズド HR っていう観点で言うと、よりそういったまあ職種別のだったりとか、ある傾向によってのっていう分析っていうところ、 しやすいような環境を提供するっていうところが今後の IT 部門としてのチャレンジなのかなと思っています。というところですね。はい、ちょっとまあ具体的なところはちょっとこの場では言いませんありますが、そこら辺をチャレンジしていきたいなと思っています。では、質問の方に行きたいなと思うんですけれども、えーまあ、コーポレート IT の5年後の組織。 作りですねどういうふうにしていきたいか、えー、そのためどういったことをすべきだと思うかというところの質問いきたいと思うんですけれども、こちらはどなたがお答えいただけますか壮大な話に岩見さんとかってどうで,すかでもあれですよあの、先ほどの延長線上かなと私は思ってて、あのやっぱり今、我々が抱えている課題、もともとミッションとしては LINE グループ全体のその社内 IT の改善っていうところはあるんですけれども、やっぱなかなかですね、こう、きょ距離が離れれば離れるほど、そういったところの,のアプローチが、あの、なかなかこう踏み込めなくなってくるみたいなところがあって、あのー、もうちょっとそこをですね、まあ、こういう、こう、ね、あの、リモート中心の環境でもあるので、積極的にアプローチして、えー、グループ全体の最適化、そうですね、あの、サイロ化したこ、このえー、部分最適なソリューションによって、 とど、えー、まらずに、と,というか、そのサイる化を押せずに、全体をこう風通しのよい、えー、形でこう、全体的に最適化をこう適用するみたいなところっていうのが、えー、今後の課題ですかね。でなので、まああのー、そういった、えー、今まで自分,自分たちがこう足,足を踏み込んでいないところへの領域、まあ組、組織、法人に対しての えー、まあえー、こう、課題ヒアリングとか、あの、関係性構築のアプローチみたいなところは、これから積極的に進めていくのと、まあそういった体制構築みたいなところにも、えーえー、進めていって、で、まあ5年後には、そこがきちんとこう、要は、あの、グローバル全体で、えー、その、我々が一緒の IT を統括する部門であるというところと、あとはそうですね、あの、まあ皆さんご存知の通り、Z ホールディングスとして、 え、まあ、我々 LINE っていうのも、その、参加の一つの組織となっておりますので、まあ、そういった、Z ホールディングス全体としての、その、社内 IT のシナジーみたいなところっていうのを、えー、まあ、先ほど申し上げたような形も踏まえて、え、調整していくみたいなところっていうのは、えー、こう、積極的に取り組んでいきたいなと思って。で、まあ、いいところは、あのー、こう、 ねその他社を見な他社というかグループ内の他社を見ないないなら採用していくっていうのもありますし、えー、まああの非効率なところはこうどん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 こう他の、えー、効率的にこう実施しているところにのせ替えていくみたいなところっていうのをうまくこう、えー、効率化を全体的に図っていけるようにできればと思っております。ありがとうございますで。また新しくご質問いただいたのでちょっとそちらに。 移りたいなと思うんですけれども、社員教育育成に関する施策はどのように行っているのでしょうかというところですが、こちらはいかがでしょうか。これまた私が答えたら岩見さんですかね。はい、お願いします。<laughs> 岩見さん、ターン始まってお願いします。すみませんね、あの何回も私が答えちゃって申し訳ないです。1か月くどいよって言ってたらあの、という質問もしていただいて大丈夫です。<laughs> はい今日ああれ これ回答済みになっちゃいました、これ。えー、っと、そうですね。あの、教育、育成、えー、っと、まあ、いろいろあるんですけど、あの、先ほどの募集要にも挙げさせていただきました通り、あの、我々の部門ってプロジェクトマネージメントっていうところをこう主軸において、えーまあ、業務を推進している部隊ではあるので、やっぱプロジェクトマネージメント力をどうやって上げていくかってところで、まあ、いろいろこのアジャイルとか、あと、その、なんでしょうね、えーまあ、プロジェクト、 ピンブックとか <laughs>、まあ、そういった観点のこういろんなキーワードって出てくると思うんですけど、まあ、そういったキーワードを軸にですね、まあ、あの弊社って、えっと、プロジェクトマネジメントを、えー、トレーニングしてくれるこう機関地位組織っていうのがあるので、まあ、そこと協力をしながら、えーまあ、社員一人一人の,そのリテラシー、プロジェクトマネジメントに対するリテラシーを、えー、高めていくような、えー、ワークショップを開いたりとか。 えこう説明会実施したりとか、あとお互いでそういう技術教育みたいなのを積極的に推進したりとかっていうところはあの実施してたりします。まあ、そういう LINE うううらしい雰囲気といえば、あのそういう LINE らしい雰囲気かもしれないですね。そういうところがはい。はい。答えになってますかね。ありがとうございますあ。あとあれですかね、社員教育、全、ま、社、あ、的なこの社員のんでしょう、その教育、 でその人事的になんでしょう、なんかこういうところをこう、機れでとか、そういったのって、あ,のあったりしますって、私から聞くんですけど、<laughs> 人事としてそうですね、教育というところで言うと、まあ、ちょっと社内の名称で言うと、LINE クラスっていうところで、まあ、技術者向けのこう教育っていったところも。 やっていますしもちろんそれにとどまらずあのガバナンスであったりとか、まあ、一般的なこの教育の部分ってところはカバーさせていただいているのかなと思っているので、まあ、その総合的に学べるような機会っていうのは LINE では提供できているのではないかなというふうにはそういえば一つ言わせましたけど社員でその、まあ、要は e ラーニングみたいな,なんか教育するコンテンツプ,プラットフォームがあるので。 あの各こう部署から、例えばそのコンプラの研修を社員に社員にさせたいとか、そういったときは、まあ、そういう,こうプラットフォームにコンテンツを載せて、全社員に受けてくださいみたいな感じで、あのそういう教育の仕方も結構やってたりしますね。多分新任社員とかはその形式での教育は最近は多いんじゃないかなと思っています。 時間も限られているので残り1つぐらいでご質問させていただこうかなと思うんですけれども、えっと、最後、まあ、その働く拠点の移動の有無みたいなところで海外拠点、海外転勤といったところの機会はありますか、まあ、出張でもいいのかなと思いますがこの辺はどううでしょうかすみません、これは私も。<laughs> <laughs> あの この海外拠点への転勤は、あの実例でいうと、各国はありましたよね、確か、事前。っていうのは、私は把握してるんですけれど、例えば、タイ、台湾とか、他の拠点に行かれたいとかっていう方のケースって、あまり私も、 事例としては聞いたことはなくて、ただあれですよね。あの、日本国内でいうと、あの、福岡とか、えー、東京とか、あと京都とか、他にも拠点あるので、まあ、そういったところに、こう、移動したりとかっていうケースは、何、え、度、ー、か私の、えー、見てきた事例の中ではあるかなと思ってます。はい。うんうん、これはまあ、多分ご自身から、こう、その意向を、えー、上司に伝えて、まあ、あの、人事側と調整の上で、 えー、されてるのかなと私は認識してますが、すません、私自身がそういう、えー、と拠点動とかの経験はないので、はい、わからないです。ただ、あれですね、ちょっと話変わっちゃうんですけれど、あのー、まあ、なんだっけ、ハイブリッドワーキングスタイルということで、あの別にこう、会社から近いところに進まなきゃいけないっていう規制はないので、あの中には、まあ、あのー、この、えー、在籍、 拠点をこの東京としているけれども、えー、実際の居住地は、はい、北海道とか、そういった方も中にはいらっしゃいますね。 まあそうですね、ちょっとこちらは人事的に答えるべきだったので、ごめんなさい、僕が補足をすべきだったんですけれども、<laughs> させていただきます。えっ、ー、と、まずこちら、そうですね、えっ、ー、と、海外転籍というところについてはあのいあ、ごめんなさい、海外移動というところは、ま、の社が変わるので、えーと、ご本人の強い希望いのい思は、そのの時のポジションがあればというところで、可能性はあ,のあるのかなと思っております。ただ、会社としてそういったところに積極的に行っていただくっていうことはないのかなという。 ことろで回答ととさせていいただこうかなと思います。はい、いありがとうございます。ではちょっと時間が少し押してしまったのですが最後に私の方からえっと初連絡というところでえっとさせていただこうかなと思いますまた改めてスライドの方を共有させていただきます はいで。改めて本日の,あのポジションと先行フローというところを、あの私の方からカバーさせていただきます。えー、と先行のご案内というところで、えー、本日のイベントでお話しした内容は、えー、LINE 株式会社のコーポレート IT、テクニカルプログラムマネージャーというポジションになります。で本日ご参加いただいた方につきましては、えー、と説明会終了後にメールでも改めてリンクのご案内をさせ上げます。 でまた、えー、応募方法というところですね、えー、ご応募いただける際は、えー、採用ページの各ポジションの詳細というところからご応募ください。であの改めてですけれども、えー、と説明会終了後、採用チームから応募方法についてのご案内メールを送りさせ上げます。また、本ポジションの選考については、えー、とこちらの画面の通りです。えー、と応募、書類選考、えー、課題の提出、えー、こちらは、えー、とそうですね。またあの プログラムマネージャーのところの、それを図る課題といったところと、あとは、面接の回数、一から、2回から3回、そこからを通しまして、内定というようなフローになっております。で、えー、こちらは、今の情勢をもう鑑みて、面接はすべてオンラインでの実施となります。 また続いてですね、カジュアル面談のリクエスト受付というところで、ぜひ、本日お話しした中でも、まだまだ分からないことだったりとか、こういうことを聞いてみたいという方につきましては、ぜひカジュアル面談を実施させていただきたいと思います。でえー、カジュアル面談というところなので、先、ま、行、あ、あと要素もかからないので、ぜひあの気軽に臨んでいただければなと思いますし、業務内容や今進めているプロジェクトとか、まあ、組織課題。 組織やどんな人が働いているのかっていう雰囲気などもあの知りたい方はぜひこの QR コードから読み取っていただければと思います。定職を考えていること考えていなくてもまずは情報交換といったところからということでも全然ウェルカムですのでぜひカジュアル面談あのリクエストしていただけると部門も僕も喜ぶ喜ばしいところなのでぜひお願いできればと思います。 また最後になりますがアンケートのご協力をお願いしたいと思いますあの。まだまだこのイベントというのは改善の余地もありますので今後より良いイベントを実施するためにも本日の感想をアンケートでご回答いただけると嬉しく思います。本日のイベントにつきましては一旦以上とさせていただきます。皆様ごご参加いいたた。だきままししてありがとうございました